どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこのちっちゃくて薄い G ラボの薄レレウクレレガズモデルを使いまして、いろいろな曲に挑戦していきましょう。さあ皆さん音楽を始めましょう。今回のテーマソングはですね、感謝を込めて歌いたい曲、こちらドン、ディッシュのチンチョウゲ、こちらの曲をやってみようと思います。この曲ぜひ歌詞をですね読んでくださいませ。ありがとうっていう言葉なかなかね照れくさくて言えなかったりするけど、やっぱり言っていこう。こんなメッセージ、お母さんありがとう、こういうことをですねもうね、やっぱりこう歌で伝えるいいと思いますよ皆さん。はい、この曲はねマカロニ鉛筆の服部さんとの共作ということで、なんかねこのほっこり感、独特のねこの跳ねた感じとかをね、すごくウクレレにぴったりだと思いますんで、はい、思いっきり練習していきましょう。いつものように2バージョン。最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしているガズレレ流超シンプル簡単バージョンをゆっくりやります。後半はかっこいいバージョンです。かっこいいバージョンはやっぱりね、独特なのビートとですね、コードもちょっとおしゃれなコードが加わりましてですね、ほっこり優しくてちょっと切ない感じ。あれを出していきたいと思います。これは楽しいですよ。体揺らして、やっていきましょう。2バージョン最後までご覧になってください。さあ皆さん音楽始めましょう。音楽って聞くのもいいですけど、やる方がもっと最高。今ご覧いただいているガズレレ YouTube チャンネルではですね、今まで音楽やりたいなと思ってたんだけど、チャンスがなかったんですという方とか、楽器に挑戦したことあるんですけど、難しくてやめちゃいましたみたいな方が、あっという間に、このちっちゃいウクレレ弾いて歌う弾き語りができるよというレッスン動画をもうねもりもり公開中でございます。はい、このね、すぐに音楽ができるガズレレのプログラムがあるんですよ。このプログラムを見てるだけでどんどん音楽ができるようになります。もうちょっとしたらこのプログラムのリンク、ここにリンク貼り付けようと思うんですけど、そこのプログラムにこの後ジャンプしてもらって、上から順番に YouTube 動画を見ていただくだけで本当にあっという間にどんな方でもできるようになりますからね。はい、じゃあこのプログラムのリンクここに貼りますよ。いってらっしゃい。ここからです。クリック。いってらっしゃい。そこには今までガズが取りためてきたこの世の中にあるありとあらゆる音楽ジャンルの曲が、このちっちゃいウクレレ1本でめちゃ簡単に弾けるようにしているレッスン動画と課題曲、すでに1800曲をもう優に超えております。皆さんの好きな曲も必ずあると思います。曲名スペースガズレレというように YouTube の検索に入れていただくと、皆さんの好きな曲もきっとあると思いますよ。さあさあそれではやっていきましょう。ディッシュのチンチョウゲ、ガズレレ流超シンプル簡単バージョン、ゆっくりとやってみます。 1,2,3。 いつもいつもありがとねなんで、それが言えないんだろう、負けないことが本当の強さじゃない、そう教えてくれた。燃えたんだ僕は、なんだなんだ
将棋ガズレレ流超シンプル簡単バージョンゆっくりとやってみました。歌詞を読んでくださいね。これもう本当になんかねキュンとくるというかですね、まあ、あの感謝ってですねやっぱり言っていた方がいいですからね。はい、気持ちを音楽で伝える、これもいいと思います。はい、今聴いていただいて分かったと思うんですけど、ガズレレオリジナルショートカットアレンジバージョンでお届けさせていただいております。2番のところちょっとね一応ショートカットバージョンにさせていただいてるんですけど、これコード進行はですね1番と一緒ですんで、ちょっとまずはねひとまずガズレレの今のショートカットアレンジバージョンで練習していただいて、フルコーラスでやりたいなと思った方、あのねコード進行1番と同じなんで書き出して2番の歌詞を書き加えてオリジナルの楽譜を作って練習していただくのもいいと思うんですけど、まあ今も言ったようにまずはガズレレアレンジでちょっと練習してみてください。これに全部ねあの出てくるあのバースが詰まってますからね。はい、ガズレレ の今の動画には歌詞とコード出てますから、あの動画に合わせて練習開始してもらって、1個目のゴール設定としてはガズさんと一緒にね合わせて演奏できるようになったらもうね達成だと思います。はい、そこまでねちょっとなんとか練習していただければと思うんですけど、一緒にできるようになった方おめでとうございます。そしたらどんどん次のステップ行きましょう。次のステップっていうのは一体何かというと、ガズレレ YouTube の動画を一切見ずに皆さん一人だけで歌を歌ってリズムを生み出して音楽を生み出す、これをやっていただきたいなというふうに思うんですけどね。最初から歌詞とコード全部丸暗記するっていうのはやっぱり難しいと思うんで、最初はね楽譜的なものを見て何回も自分でこう自分の中にこう落とし込んでいって、いずれは覚えちゃって大空の下でね大切な人に向かって本当にありがとうとこうあの覚えちゃって歌う、これがねいいと思うんですけどね。でも楽譜ってどこにあるんでしょうということだと思うんですけど、安心してください。今の演奏はですねガズがあの書いてる手書きのねノート楽譜、これこんな感じで書いてます。はい、これをですねあの今見ながらやったんですけど、もうちょっとしたらこんな風にカメラに大きく映してみんなもこんな風に書いたらいいじゃんってことでシェアしようと思うんですけど、今めっちゃ便利なサービスこれが始まってます、ガズクラブ。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日取り上げた珍鳥儀を含むガズが今まで手書きで書きまくってきた膨大な数のノート楽譜のデータのストックがあります。その中から皆さん毎月5曲この曲私をやってみたかったんだよなとか、これ興味あるなという曲を5曲選びいただいて、即座にデジタルデータとして皆様のお手元にダウンロードしていただける。でこの楽譜全部ガズレレ YouTube のレッスン動画と紐づいてますからね、すぐに練習入っていけるよという画期的なサービスになっております。そしてこのガズクラブはですね、楽譜のダウンロード以外にも毎月2回全世界中の方が参加してくださってくれるものすごい盛り上がるオンライン大セッションイベント、毎月2回ですよ、オンラインクラブメンバー限定で開催していたりですね、皆さんの演奏動画アップロードできる場所があったりとか、なんかそのガズクラブだけのいろいろイベントが限定イベントがあったりとか、とにかくここは一個の村みたいな感じで音楽をいろんな形で楽しもう、いろんな老若男女集まって音楽をガズレレで楽しもうみたいな、そういうことになってます。これ楽譜のダウンロード以外にも一個のね村作りとして動いてますね。はい、これ概要欄にね詳細貼っとくんでチェックしてください。それとはちょっと別なんですけど、このガズレレ大学っていうのもやってます。このガズレレ大学はもう読んで字のごとく大学ですので、ちょっと難しいリズムのお勉強とか、このフレーズここがちょっと難しいとか、8ビートのこの16ビートのこの指使いだとか、ここのフレーズのこの指とかコードとか、そういうことをね毎週2回のライブ配信でチャットでやり取りしながらリアルタイムで、講義を行っていくという YouTube メンバーシッププログラムという、YouTube のサービスを使っているコミュニティがあります。これもね、なかなかこれはね、面白いですよ。こっちの方もね、概要欄に入って、貼っておきます。あとはね、他にもいろいろやってるんですけど、毎朝7時半からラジオ放送をやってます。スタンド FM というね、アプリの中で、ガズラジというラジオ放送をやってます。これめちゃくちゃいい話してますから、ぜひ皆さんこれ、無料でね、いつでもどこでも聞けて、アーカイブも残ってますんで、ぜひガズラジもですね、チェックお願いします。こっちも概要欄に貼っておきます。それでは、楽譜を見ていきましょう。珍鳥儀。ディッシュです。はい。丸1っていうことは今日2枚にわたってますということなんですけど、まあ見ていきましょう。これですね、まあサビからいきなり始まるということなんですけどね。はい。いつものことですけど、上の段に書いてあるコードは今やったシンプル簡単バージョン。ここちょっと決めがあったんでね、これもちょっとね、動画で確認してみてください。で、こう下にくるっと囲っているコードは、後半やるかっこいいバージョンで下に囲っているコードを使っていく。これを覚えていってください。ここにも出てきますね。こんな感じで。はい。ここもちょっと決めも入りつつということですね。はい。こんな感じで今映しておくので、時間ある方はこれを見て、メモ書きをしていってください。一時停止で。でね、今紹介させてもらったガズクラブで、このノートの楽譜をそのものをダウンロードしてもらうのすごく有効だと思います。いつも言ってることですけど、ここの、いつものところにこう V の字があったりするじゃないですか。ここ、いつも、ディーガーと、これでですね、タイミングは分かるということになってます。はい、この黒い点でですね、拍が分かるんですよ。あと、この、
言葉を伸ばす、いつもこの伸ばしているところで歌詞カードには出てこない表現なんで、これがだいぶね、皆さんにとってサポートになると思いますね。そんな、秘密がいっぱい詰まってるこの楽譜ですから、手書きのノートも、これもね、大活用してください。おかずクラブでゲット可能でございます。はい。お時間ある方はこれと同じような感じで書いてもらうのがいいかなと思います。まずは1番ね、サビの1番から。で、まずこれ A メロ行きましょうか。はい。シンプルなコード進行なんですよね。結構これはウクレレにぴったりですよ、皆さん。ここ見てください。ここちょっとここ数字が書いてあるでしょ。ここ決めなんで、じゃあ後でここ解説しますね。はい、ここ決めって書いてあります。はい、そしてここが B メロはこの1行なんですよね。はい、平凡でごめんよ母さん、なんかこの辺がねこうキュンとくる感じで、ここサビの2でございますね。はい、うん、ここもコードがちょっと変わったりしています。そして本当はここに2番が入るんですけど、ここでもいきなりブリッジパートに行きます。はい、夢は夢で夢らしい。はい、ここら辺もすごいキュンとくるメロディーでございますね。はい、でここはですね、かっこいいバージョンと簡単バージョンで強烈にコードを変えてます。本当はここ A シャープってコードを使いたいんですけど、ちょっと初心者さんを伝えるの難しいんでね。はい、こんな表現にしておりますと。はい、見ててください。ですか。で、このブリッジが終わったら、今度ここタカタカタカでかっこいいバージョンでここにちょっとおかずみたいなのを入れて、こっち側に回ってくると、サビの2ですね。サビの2、サビの2じゃねえか、サビの3ですね。これ最後のサビになります。はいはい、ここをやってで、最後のサビ、ここちょっと変わってますね。ここはちょっとやって、そう思えたんだ思えたんだ2回やって、僕はやったもうラストのエンディング、ラララララランランランいう感じで終わっていきます。はい、これがねガズレレオリジナルショートカットアレンジバージョンの全貌でございます、皆さん。はい、 OK ですかね。じゃあちょっと出てくるコード見ていきましょう。今こうずらっとかって結構コードは多いんですけどね、赤く囲ってるやつは後半かっこいいバージョンで出てくるんで、ちょっとひとまず今これ見なくていいです。今出てきた簡単版はこれです。言ってきます。 CAmFDmAA7G7E7Em7 の 1,2,3,4,5,6,7,8 個のコードだな。今日は8個のコードで今のシンプル簡単バージョン演奏できました。今映ってるこの8個のコードはガズレレではこれね、入門コードのグループ安心のやつです。はい、これガズレレ必須コードです。このガズレレ必須コードというのは一体何かというと、このちっちゃいウクレレで音楽始めたいなと思ってる初心者さんに一番最初に覚えてもらいたい10個の入門グループ、10個も覚えないといけないのかと思うかもしれないんですけど、これ入門コードなんで1個ずつ見たらそれぞれみんな超簡単だけど、いっぺんに10個パッと覚えようと思うとどれがどれだか、もうコードの名前と押さえる場所がごちゃごちゃになるんで、私が皆さんの頭にスイスイ覚えられちゃう、めちゃくちゃいい優れた動画を撮っています。ここにちょっとその動画貼っとくんで、このガズレレ必須コード解説めちゃくちゃいい動画ですから見てください。10個すぐ覚えられちゃう。今日そのうちの8個で今のシンプル簡単版できたぞということで、まずはここから練習開始していきましょう。はい。そしてですね、ここからかっこいいバージョンの解説に入っていくんですけど、いつもこのタイミングで伝えたいのは歌の確認ですね。この歌ですけれども、歌のメロディーと言葉のタイミング結構ね、絶妙ですよ。よく聞いてね、タイミングがですね、ちょっと難しいところいくつかあるんですよ。まあ、そこはですね、聞いているのと自分で演奏するのでは聞くポイントってちょっと変わってきますんで、毎日の歌の確認をして、かっこいいバージョンの練習に入っていくのをお勧めします。はい、じゃあ、ここからかっこいいバージョンの解説に入っていくぞい。かっこいいバージョンはコードが、ね、4つほど追加になりますね。はい。じゃあ、どんどん説明していきます。まず、F マイナー。はい。これは初心者の方突っかかる有名コードです。まず1弦の3フレットとここと、あとここなんですね。1弦、ここと、ここと C のところ。こんな風に押さえるのが、基本形の押さえ方。はい。ガズさんの場合はこの上の部分をこういう風にギュッと親指で押さえちゃってこうやって押さえます。ウクレレを下に構えてる人は親指を押さえやすいと思います。高く構えてる人は人差し指を押さえる。これどちらでも皆さん押さえやすい方でいいと思います。F マイナー使っていきましょう。はい、その次、A シャープ。これがですね、苦手な方多いです。最近もですね、この動画、A シャープだけをめちゃくちゃわかりやすく解説している濃厚解説動画っていうのを撮ってるんで、ちょ、概要欄に A シャープのね、徹底解説動画、URL 貼っとくんでね、ちょっと A シャープ知りたいなという方は見てください。解説すると、こことこことこことここの4つ、こうやってキュッとひねって押さえてポンポンって足すか、あとバレエで1フレット全部押さえてちょいちょいと足すかでございます。これはね、なんかやっぱちょっと難しいんですよね。ちょっと A シャープの押さえ方難しいという方は概要欄見てね、ちょっとやってみてください。じゃあその次、これはですね、今日はね、ほんと最後に一瞬しか出てこないんですけど、この2つのセットでコード出てきます。G シャープ星と A シャープ星。星がついてるコードはガズレレのみで通用する。全然よそでは全く理解されないので、そこのところよろしくお願いします。これガズが適当に押さえてみていい響きだなっていう時には大体星マークがついて、コードネームは正確にあると思うんですけどね。はい、じゃあ解説していきます。まず G シャープ星っていうのは C のところ1弦の3フレットと、ここ、2弦の4フレットと3弦の3フレット。こんな風に押さえたりします。はい。こうでもいいですよ。人差し指で全部押さえといてちょいでもいいです。とにかくこことこことこの3箇所押さえといて、4弦は押さえずに弾きます。
いい響きでしょ。はい、これが G シャープだし、でこの形のまんま1個2個こっちにずらします。1個2個ずらし、これが A シャープ欲しい。いいでしょこれ。はい、なんで指使えばこれでもいいし、さっきも言ったようにこれでもいいですね。はいはい、この A シャープ星、 G シャープ星、カズレレではよく出てくるんで、これ覚えておくといいと思います。あのセットで大体出てくるんで、これ最後の最後のエンディングで一回こっきり出てくるだけなんでね、ちょっとニュアンス程度ですけども、ちょっと今回やってみましたということです。はい、じゃあここから弾き方を解説していきましょう。弾き方はですね、今日はね結構面白いですよ。あのウクレレ弾く人にはこれ取り組みやすいが、あの曲だなと思いました。はい、今日出てくるリズムこちら、8ビートと8ビートのチャと、カッカッティング、あとシンコペーション、このあたりです。これは面白い要素満載です。今映ってるこの弾き方、ここにリンク貼っておきましょう。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、それぞれの濃厚解説レッスン動画がすでにそこにアップロードされております。じっくりあらがコード見て弾き方リズムのマスターしていってください。まずね、歌の出だしは8ビート、チャが入らない8ビート、8ビートジャン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 、はい、でもうほとんどメインは8ビートのチャですね。このチャが入るか入んないかで使い分けしてます。ジャンジャジャンジャジャン、これは入ってないでしょ。入れるとジョンチャップスジャックジャップスジャ、あ、そうだ、ちょっと言い忘れてました。この曲はですね、リズムがね跳ねてるシャッフルのリズムの曲でございます。チャッカ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 です。普通のリズムってワン、ツー、スリー、フォーでしょ。この曲シャッフルなんで、跳ねてるリズムっていうのはタッカ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 っていうことなんで、8ビートもタンタッタチッタッカタン、こんなようなこうルンルン跳ねてる感じでやっていただきたい、そんな感じでございますね。はい、じゃあちょっとねパートごとちょっと言っていこう。今はもう説明したけど、出だしのサビはただの8ビートでいきます。でその間奏のところから8ビートのチャが始まりますね。あなたこういうやつですね。はい、でこの間奏の一番最後にこのシンコペーションマーク、これが入ってきます。シンコペーションのマークが途中入ったり入ってこなかったり結構あるんで、 A メロの中でも入ってくるのがありますね。ここちょっとね、じゃあ間奏から間奏のところでやってみようかね。教えてくれたあなた、はい、最後の A マイナーから F マイナー、ダンパーンってこんな感じでドンとツナのところ前にズコンと食い込んでくるのをシンコペーションと言います。これ A メロの中にでも出てくるいますね。 A メロのじゃあ、僕が何かわからなくなってしまったっていうところからいこうかな。せーの、僕が何かわからなくなってしまった、今の E7 から A マイナーのところね。僕が何かドンダンダン、はい、今のここのところ、これがシンコペーション、これかっこいいんですよ。これゆったりしたあのシャッフルのリズムの跳ねてるリズムの中で出てくる8ビートのシャあのシンコペーションかっこいいね。これね、リズムがこれシンコペーション早くなりがちなんで、ズッターンって食い込んだらその分グッと溜めて次のリズムに入っていく、これがキーポイントになります。こんな感じで入ったり入んなかったりするっていうのが結構ポイントになります。はい、そしてですね、この後キメが入りますね。 A メロの一番最後ですね、暗い顔なんて見せまいと笑い方を忘れた12月のところ、ここちょっとやってみましょう。暗い顔なんて見せまいと笑い方を忘れた、次切るよ。はい、ここ5753、はい、今 C をワンブロックやった後に、1弦の5753、こうです。ストロークで、せーの、こんなリズム5753ですね。もう一回、暗い顔なんて見せまいと笑い方を忘れた、来るよ、ここ5753、こんな感じです。これは結構簡単じゃないかな。1弦だけで5753、これを全部弾き、全部の弦を弾きます。はい、これ簡単なんでぜひチャレンジしてね。1弦の5753、はい、でその後 B メロに入るんですけど、平凡でごめんよ母さん、ここはですねドン、カッティング、頭打ちのカッティングという感じでちょっとねリズムアレンジしてみました。ちょっとやってみると、今の5753からやってみると12月、ここだよ。平凡でごめんよ母さん、まだ今おかえり、あとあのさ、止まる、こんな感じ、ダッ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 っていう感じでちょっとね、アレンジしてみたんですけど、これカッティングといって左手見てて、最初平凡でごめんよと Em7AmAですよね。はい、今左手で音止めてるんですよね。
右手は何もしていない、これをカッティングと言います。左手でね、こう弦を触って止めて、このカッティング、これはね、あの レッスン動画のところでもよく確認するんです。これでリズムキープすると、ね、かっこいいんですけど、これ難しいですよ、カッティング難しいなと思った人はまずは8ビートのチャでいいです。これで全然いいと思うんですけど、ちょっとワンランク上を目指したい人はここでリズムをちょっとアレンジするとかっこいいと思いました。ここでちょっとノリを変えたい。そしてこの後8ビートのチャでサビに入っていく、これがかっこいいですね。止まってから、サビに入っていく、これはもうワイルドにいきましょう。8ビートのチャです。ただ今おかえり、あと朝、いつもいつもありがとうね、はい、跳ねたリズムの8ビートのチャで、ここからもずっとこう駆け抜ける感じです。で、このブリッジパートのところでは、夢は夢でのところ、コード変わってますからね。さっき Dm でちょっと簡単アレンジしたところが、A シャープに、例の A シャープに変わってますから。ここはですね、リズムは変わらず8ビートのチャでこうダイナミックに行くんですけど、このコードちょっと抑えにくくなってるんで、その辺がキーポイントかなというふうに思います。で、ブリッジパートの最後はね、ダンガ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 で盛り上げといて、またラストのサビに、行きますよという感じになってます。で、ラストのサビも同じようにワイルド、元気いっぱいのね、8ビートのチャのシャッフルで、駆け抜けていただいてですね。で、最後もエンディングもそのまま突入するんですけど、最後はさっき出てきてこれが出てきますよ。G シャッフル押して A シャッフル押しをやって終わるということですね。最後の最後のラストのところの後半やってみようかな。ワン、ツー、スリー、フォー。ラン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 。ついでここで。今のここだけです。はい、たったこれだけなんですけどね、もうここはやっぱりちょっとこの響きがやっぱりいいなと思って、ちょっとアレンジしてみましたということで、基本的にはすごいシンプルな曲で、やっぱキーポイントになるのはちょっと跳ねたリズム、シャッフルの中で8ビートがこう展開していく。で、 B メロでちょっと流れを変える、これがね結構キーポイントだと思うんですけど、難しかったらさっきも言ったように8ビートのチャでもね、変わらない曲のかっこよさは残っていると思いますので、まずそこからやってみるのがステップとしてはいいと思います。はい、そういうわけでですね、決めもまあ一箇所ね、5753とか、まあ、止まるとかそういうのちょっと入ってくるんですけど、シンプルな曲だと思いますね。あとこういう曲元気いっぱいで、ウクレレでこうね、元気よくストロークで歌うにはね、ほんとね、すごくいいし、歌詞の内容もなんかこうほっこりして、なんていうのかな、優しい、ほんわりしたムードで、できる。なんか、ウクレレでこの曲歌うのはきっと素敵だと思いますね。大切な人にこの曲をね、歌で感謝伝えるのもすごくいいと思います。心を込めて歌っていきましょう。さあ、それではやってまいりましょう。ディッシュの沈丁弦。ガズレレ流かっこいいバージョンやってみる。ワン、ツー、ワン、ツー。いつも、いつも、ありがとね。振り返る日のために、そう
身長芸カズレレリオかっこいいバージョンやってみました。こう体を揺らしてこうね、ほんとゆったりリラックスして感謝を伝える、いいですね。歌でねこう思いを伝えるっていうのはね、もうまずファーストステップのことだと思いますんで、はい、思いを込めて歌っていきましょう。さあ皆さん、お知らせです。今使っていたこのガズのわがままウクレレを含む、Gラボとガズレレのウクレレたち、ただいま、販売と予約が、スタートしております。今映ってる初めてウクレレ、わがままウクレレ、薄レレ、こちらの種類はですね即発送になっておりますよ。はい。そして今日使っていたこの、ガズモデルとかヴィンテージシリーズとかセミオーダーモデルはですね予約注文になっておりますけど、こちらもねもう比較的もう相当早いタイミングで皆様の手にお届けできると思います。こっちは予約なんですけど、はい、この辺に関すること、ここにちょっとね、リンク貼っときます。ウクレレのことはここでね全て分かるようになってます。いろんなラインアップがあるんで、ひとまずここでいろんなものを見てみてください。このガズレシピ、皆さんのスマホに入ってますか？これね、どんどん進化してるんですけど、これアプリなんですよ。ガズレレの、楽譜が見られるアプリなんですけど、この中でね楽譜がね、いろんな楽譜が見られることになってるんですけど、1曲からでも、ワンブロックごとの、まあ、本みたいにセットで買うとすごい割安になったりします。で今回この度ね、また40曲の新たなブロックボリューム7が追加になっております。ちょっとアプリもぜひ見てみてください。これめちゃくちゃ分かりやすい、アプリになってまして、楽譜がですね簡単版とかっこいいバージョンの2バージョン記載されていたり、メトロノーム機能だとか自動スクールロール機能がついていたりとか、もう本当に新世代ですから、皆さんのスマホタブレットでめちゃくちゃ見やすい仕様になっております。そしてこの、アプリで使用している楽譜がなんと本当の本にもなっております。リアルな本ですよ。これはガズレレが出版している本でございまして、さこの後紹介するリットミュージックの本とはちょっと違うやつで、こっちはかっこいいバージョンのね、さっきも言ったけどこのガズレシピっていうのは簡単版とかっこいいバージョンの両方の表記があるっていうところがちょっと特徴的でございます。これはですねもう大絶賛 Amazon でご購入いただけるような状態になってますので、ちょっと Amazon 内でガズレシピと検索してみてください。そしてガズレレではですね、日本の最大の楽譜出版会社リットミュージック社さんよりこういうね楽譜、簡単楽譜の、出版をしております。今4冊出てるんですけど、これがものすごいベストセラーになってまして、ありがとうございます。この4冊で累計16万部を超える、すごくヒット商品になってるんですけど、やっぱり、ね、簡単でとにかく分かりやすいっていうのが特徴です。この本はですねもう大型書店さんとか楽器店さん、もちろんインターネット書店さん、 Amazon とか楽天ブックスさんとかも、もう置いてあります。これは本当におすすめですね。初心者さんはまずはこれを、ゲットして練習していただくのがいいと思います。その他にガズレレではいろんなグッズもリリースしてます。このストラップとかキャップはハニーさんのハンドメイドだったり、これについてる水引きなんですけど、これ私の両親が水引き歴もう50年以上と思うので大ベテランが作って手作り物だとか、まあいろいろそういうこともあったりとか、まあこのガズレレのホームページ見ていただくと大体のことわかると思うんですけど、とにかくいろんなことやっております。このウクレレもね毎月後半にね予約注文とか受け付けて、またそれもね YouTube でもアナウンスしてますけど、とにかく山盛りガズレレのホームページをご覧になってください。さあ皆さん楽しく音楽やっていきましょう。音楽って聞くのもいいけどやる方がもっと最高。ガズレレ YouTube チャンネルと、最近ではね鍵盤楽器ピアノでもガズレレのやり方でやったらものすごく面白いよっていうね、ガズピアノという、YouTube チャンネルも始めてます。こっちもめちゃくちゃ簡単でめっちゃ面白いんで、これもねガズピアノぜひ、探してみてください。楽しく音楽やろう。それじゃあ皆さんさよなら。